皆さんこんにちは、噺家の柳家三之助でございます。鬱陶しい梅雨空が続いておりますが、こうやって晴れ間が出るとね、すぐに散歩に出かけたくなります。ただいつ降るかわからないんでね、傘手放せないってのはちょっと鬱陶しいんですがね。もし雨に降られてしまったら喫茶店で一休みいかがですか？あ、なるほどね、傘いらず。で、ここは喫茶店ですか？はい、そうです。美味しいコーヒーと食事の他に、ちょっと楽しいことがたくさんある喫茶店なんですよ。あれ、ただの喫茶店じゃないですね、そら。はい。へえ、ちょっとじゃあ中へ入っていろいろお話伺ってもよろしいですか？はい、ぜひどうぞ。じゃあ楽しみ。南品川5丁目ゼームス坂通りの喫茶店マーブルが本日の舞台。早速お店の中へ入ってみましょう。いやまだねロケが始まったばっかりなんですけどね、もうこうやってコーヒー飲んでまったりしちゃうともう終わってもいいかなと思うぐらいなんですけれども、はい、美味しいコーヒーですね。 ありがとうございます、はい、こういう喫茶店らしい喫茶店ってのはね、はい、今なかなか貴重になりましたけど、 それよりまあ何よりもね、この何ですか、楽しいことがあるってからね、何があるんだろうと思って入ってきたらやっぱこれでしょ。はい、やっぱりね、すぐお分かりになりますよね。いやーこれね、ずらーっともう所狭しと並んでますけれども、これ全部で何冊ぐらいあるんですかこれ。はい、お店に出している分だけで2000冊ほどです。出てる分だけってのは出てないのもあるってことですか？そうですね、倉庫にもストックが1000冊くらいありまして入れ替えながら、はい、ご提供しています。これを目当てに来るっていう方もいらっしゃるんでしょうね。はい、皆さんお昼休みにこう通って数冊ずつ読みながらじっくりとこうシリーズを制覇していく感じですね。うんうん、そうですよね、はい、このほら何て言うんですか、やっぱり一気読みできるね。そうですね、一息にこういうところに来ると一生懸命読んじゃうなって感じがしますね。はい、こちらのお店は、はい、もう始まってオープンして何年ぐらいになるんですか？35年以上お店実はやってまして、1977年のオープンになります。おー、すごいですね。それは老舗といえば老舗だけど、あれ、そうするとさ、あれ最初からやってないですよね。あ、はい、私2代目なんです。先代はそちらに。え、後ろに。はい。あらお客さんじゃなかったんですか？そうなんです。あら、まあ、じゃあお母さんもちょっとこっち来てお話聞かせてくださいよ。かしこまりました。というわけで純子さんのお母様明子さんにお話を伺いましょう。ちなみに手前で熱心に漫画を読んでいる女の子は遊びに来ていた純子さんの姪っ子さんでございます。始めた当初にちょうどゲームが盛んだったんですよ。うん、で、あのインベーダーゲーム、あのね、そうなんですよ。でいくと必ずそうこれがそうです、あのそのまんまね、ゲームの台で、うん、それで、コーヒーやら灰皿こうやってこうね、うん、うの押しのけてこうカチャ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 、そうああインベーダーね、懐かしいですね。あれでもかなり、うん、お客様が見えました。それでこの漫画を置くようになったってのもその頃なんですか？もうたまたま漫画好きだったので、うん、初めちょこっと入り口に置くだけだったんですけど、自分で読むために買ってたんですね。あ、初めはそうなんですそれがたまたまなんか、まあ、お客様のあれと一致したっていうか、うん、待つして、うん、じゃ あのもうちょっと棚とかいっぱい作って、うん、漫画を増やして、うん、こうもしかしたらやっていけるかなみたいな、うん、よくできてますよこれ。いや危ないので、うん、一応大工さんにあの頼んで作ってもらって、うん、ちゃんとこう合わせ、漫画を置く用の本棚っていうことですよね。そうです。それお店始まって何年ぐらい？5、6年経ってですね。あ、まあ、その当時だったらこういうお店なかったんじゃないですか？あ、そうなんです。だから漫画喫茶を始める時はなんかうちに見に来たりもしてましたね。うん、あ、じゃあいわゆるお手本っていうか、うん、あ、そうですね、うん、それでこう代替わりする瞬間があるわけですよね。これどのくらい前の話ですか？5年前です。あ、5年前、はい、あんまり親子2代の喫茶店ってあんまり聞かないんですけど。いや、私もやるとは思わなかったんで一応閉めたかったんですよね。あ、もうやめちゃうと思った。そうです、そうです。うん、
彼女が引き継いでやりたいっていうので、そうですね、ずっと見てきたので、うん、苦労も知ってるつもりだったんですけれども、うん、やっぱり自分がやってみると思っていたよりも大変なところがたくさんありまして、うん、はい、大変だっただろうなっていうのは身に染みて分かりました、うん、このお店ずっと守ってきたわけじゃないですか、はい、これからどういう風にしてってもらいたいなとかってそういうお話はありますか？自分の感性がいろいろ違うので、うん、彼女なりにこう発展していってくれればそれでいいなと、うん、頑張ってるから偉いなとはいつも思ってます、うん、喫茶マーブルは料理が美味しいことでも評判のお店。オムライスやカレーといった喫茶店の定番メニューは先代の頃から全て手作り。純子さんの代になってからはパンケーキもメニューに加わりました。うん、おいしい、幸せですね。ありがとうございます、うん、それで他になんかあれですか、2代目になってから何か新しく始めたこととかってありますか？あ、はい、実は私の代になってから新しく、うん、ボードゲームの会というのを始めました。え、ちょっと待ってください。例えばそれはどういうものですか？そうですね、うん、有名なものですと人生ゲームとか。ああ、こう盤面、はい、あ、盤面でみんなでこうなんかやるあのゲームですか？そうです、はい、はあはあ、それをこのお店で？そうですね、お食事とコーヒー付きでボードゲームをみんなで遊べる会を開催しています。またなんか変わったこと始めちゃったなって感じですね。そうですね、喫茶店でやっているお店は珍しいと思います。定期的にお食事付きのゲーム会を開催している喫茶マーク。この日は特別にボードゲーム愛好家の皆さんにお集まりいただきました。もともとボードゲームがお好きだったという純子さんは、東日本大震災の後電力を使わないボードゲームが脚光を浴びたのを機にこのゲーム会の開催を思いついたそうです。こちらはちょっとまたカラフルななんかこう盤面なんですけど、なんていう遊びですか？はい、カタンの開拓者たちというゲームです。カタンの開拓者たち、これ結構ポピュラーな遊びなんですか？そうですね、とても有名なゲームです、うん、世界で3000万セット売れているという。あ、はい、すごいですね。どうですかこのゲーム、面白い？面白いです。勝てる？いや、自信はない。こうやってこうみんな集まってこのやるゲームの魅力ってどういうところにありますかね？難しいですね。もう知らない人でもいきなり楽しくできるというところですね。交流のツールにもなるので。ああ、実際知らない人といきなりやったりするんですか？しますね。お店にはアナログゲーム研究家の草場純さんのお姿も。今なぜアナログゲームが人気なのか伺いました。魅力ってのはどういうところにあるんですか？これよく言われることですけれども、やっぱり人が人とやるっていうところがやっぱり魅力だと思うんですね。同じ空間で同じ空気を吸いつつ、うん、まあ、いろんなお話をしながら、うん、人と人とが楽しくゲームをするっていう、そういう空間に、まあ、回帰してるっていうんですかね、うん、そういうことが言えるんじゃないかと思います、うん、はい。三之助さんもお仲間に加えてもらったようです。それにしても美味しい食事に漫画にボードゲームと楽しいことが盛りだくさんで、私も喫茶マーブルに足を運んでみたくなりました。2人でねこの店入ってきたのに、今何ですか、どん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 後から後から人が増えてもう満席になっちゃったじゃないですか、これ。はい、実は今日キュリアンでモノポリーの大会も行われていまして、それが終わった皆さんが駆けつけてくださいました。あ、日本チャンピオンもいらっしゃいますね。あら、モノポリーのチャンピオンっていらっしゃるんですか？はい、はい、まあどうもこんにちは。こんにちは。あ、そのジャケットが、そうですね、チャンピオンの証ですね、はい、ありがとうございます。こうやって大勢どん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 ゲームや何かを通じて人が大勢集まってくる、まあ、まだ5年でね、はい、引き継いでこういう風になってるんですけど、これから先このお店どういう風にしていきたいですか？はい、せっかく始めたボードゲームの会ですので、うん、これからも人のつながりを大切にできるような楽しい時間と、うん、場所を提供できるように続けていきたいと思っています。うん、素晴らしいと思います。なんか入ってきた時は雨宿りなんて入ってきたのにね、中にはこうね、この漫画があって、それからゲームがあって、いや本当にびっくりしました。一緒にゲームやりましょうよ。え、やる、はい、もうちょっとやっちゃう。あ、じゃあやりましょう。じゃあこっち入れてもらってね。あ、ちょっと待ってね。
次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。さあ、やりましょう。